ために何をするのか分かっているな。龍馬のため、姉貴のため、俺自身変わるため。どうだ、カウタ、人斬りはもうしまいじゃ。わしも龍馬のもとに行く。あれは行け。ほら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 、おしはこれから京都に行き、身分浪士組郵送式に入る。おう、おしの夢の実現のためにわしはもうしばらく人を斬る。それが終わったら今刀を捨て、わしはわしの歴史を作るために変わる。大事な姉貴にアヘン密売の嫌疑がかけられている。おめえのせいでだ。おめえにはこれから密偵として攘夷派に潜り込んでもらう。選択の余地はない。命を軽んじてはいけません。お前も父上を殺した者たちと同じになりたいのですか。俺は姉貴を守りたかっただけだ。姉貴、こんな生活から抜け出したかっただけなんだ。多くの仲間が流した血を無駄にするおつもりか。分かっている。もうこれ以上血を流したくないんだ。桂は伏見の寺田屋だ。こっちはおとりだがな。わかります。君は過去の過ちを消し去りたいと思ったことはないか。でもそれはできない、絶対に。だから変わろうともがくんだ。会津藩お預かりの身分浪士組である。これより先京都御所への立ち入りを禁ず。早々に立ち去れ。立ち去れ。の仲間を来て、ほんまに龍馬のためになるかかい。回り回っての、今は余計なこと考えんで。うん。土方さんは昨夜土佐の中岡慎太郎と密会してました。腹切れ。なんてこと言うんですか。こいつは裏切り者だ。今すぐ腹切れ。じゃなきゃ俺が消える。待ってください。いいか、死ぬな。はい、はい、行くぞ。宮部さん、これ以上無駄な血を流すことはないかと。無駄などなか。わかりました。行けー。すれおしらのやりゆうことは待ちましょう。龍馬の言うクリーニングはの人が新しく生まれ変わるっちゅうことなんじゃ。うわやめ、わしの話は聞け。聞け。早く。坂本ならどうやって間違いを正すんかの。坂本さんならきっと原骨で殴ってまた語り合って間違いを正すと思います。姉貴がこんなことしちゃダメだ。姉貴が俺みたいになっちゃダメだ。俺のために今まで苦しんで痛みに耐えてきた姉貴を見たことのない世界に連れて行くってよ。でっけえ夢ができた。変わるんだ。だから最後まで見ててくれよ。分かった。熱い思いが伝わってくる。俺も死ぬならこんな熱い思いを抱いて死にたい。